モンなのだ。今回は中古で3万円の ThinkPad X13 を満あり品としてうまくてに入れたのだ。見ての通りコメットレイクで SSD は 1TB と、インテル Mac なら最終のスペックのものがこんなリーズナブルなお値段で手に入ってしまったのだ。はっきり言いましょう、こいつを14万円からのお値段の MacBook Pro 2020に魔改造するのだ。細かいところは以前の YouTube を見てほしいのだ。実際は Windows11 と Ubuntu とベンチュラのトリプルブートにしたのだ。ここでは一番難しいベンチュラのインストールを簡単に説明するのだ。さてどのようなものでもよいから Mac の環境を使うのだ。全くなければ Windows 上での仮想マシンでもいいのだ。まず MacOS ベンチュラをダウンロードするために MIST というアプリを動かすのだ。できたらこのようにアプリケーションのフォルダにインストーラーができるのだ。そうしたら 32GB くらいの USB メモリを挿してディスクユーティリティで消去するのだ。メインのベンチュラを USB メモリにコピーするのだ。次はこれを動かしてインストールするブートローダーを持ってくるのだ。調整されたオープンコアをアルファさんが徹夜で用意してくれたのだ。これをどのような方法でもいいので USB メモリの EFI パーティションに書き込むのだ。グローバーコンフィギュレータやオープンコアコンフィギュレータなどでもいいし、おすすめは EFI エージェントなのだ。書き込みが終わったら全てをきちんとアンマウントするのだ。そして ThinkPad X13 に挿してそこから起動するのだ。オープンコアのこのエントリーを押してインストールを始めるのだ。イメージとしては内蔵 NVMe をこんな風に消去してインストールをするのだ。何度か再起動するのだけれど、もう一度 USB メモリから起動して MacOS インストーラーのメニューがある場合はそれを選び続けるのだ。最後の方ではインストーラーのメニューがないので自分で名前を決めた SSD の名前のメニューを押すのだ。ここまでたどり着けばインストールもほぼ終わりなのだ。ログインまで行って終わったら、ひとまずはオープンコアコンフィギュレータで CR 番号を振り直すのだ。次は Windows10 から Windows11 とインストールしていき、さらにUbuntuをインストールするのだ。ここまで来たら EFI パーティションを整理するのだ。 REFIND を使って選択させるのだ。最終的に選択画面はこの通り、 Windows11 を選べるし、もちろんベンチュラも動き、さらには可愛い化したUbuntuも動くのだ。お安くをモットーにしているのでいつもはしないのですが、ベンチマークを取ってみたのだ。まず東芝の NMVE は以下の通りです。さすが東芝、いい値が出てるのだ。ベンチュラの方はギークベンチでこのような結果でした。本物に対してシングルは勝っていますが、マルチでは追いつかなかったようです。ただいずれにしてもこのパフォーマンスで3万円は安いですね。今回の動画はこれで終わりです。皆さんも頑張ってみてくださいね。